学校法人、藤田学園は、藤田医科大学、藤田医科大学看護専門学校などを設置している、日本の学校法人。本部は、愛知県豊明市栄町にあったが、藤田医科大学のある同市二掛町に移設された。1964年9月、藤田啓介総長により設立された。同年10月、南愛知準看護学校を開校。 1966年、名古屋衛生技術短期大学衛生技術科を設け、さらに1968年、名古屋保健衛生大学衛生学部衛生技術、学科、衛生看護学科を設けた。見学の理念は、独創一理。アセンブリ教育を実践しており、チーム医療のための連帯意識を育てている。アセンブリは、必修科目で現在運動、文化、 研究系の多彩な47班が設けられていて、学生はいずれかの班に所属し日常の講義、実習では得られない、有意義な体験をしようとしている。1999年度からアセンブリ活動の一環として年2回アセンブリ講演会を実施している。文化教養及び医療の分野で活躍する名士を招いて一般公開の形で講演会を実施している。 学校法人としての遠隔は下記の通りである。なお、学校ごとの詳しい遠隔は、それぞれの学校の項目を参照。ありがとうございます。